前半の最初はちょっとギクシャクしてたけど、久保くんのスーパーゴールでみんなの積極性が出てきた。やっぱ久保くんはどんな試合に出てもパワー満点やな。Football Data Bank は、タク・クボエナイカ・エンスル、スタッツ、世界の反応、映像をシンウォーを取りしゅます、チャッエネニルトゥオロクワヨロシュク。先制点や。クボんとこが決めたんや。すっごいで。タケー、シュートやん。すごいわ。うめえ、さすがやな。ゴラッソやったわ。クボ、シュートや、やったわ日本先生。動きがお化けみたいやん W 久保選手、おめでとさん。バッチリやんミドル久保竹房、ええ感じ。世界レベルのシュートや。ええで、さすがや最初の1点が大事やん。そこから打ち込むっていうのがやっぱすごいわ。さすがや、もっと得点してこう。ええシュートや、めっちゃかっこよかったわ。振りが早いわ、めっちゃうまい。フットボールデータバンク。久保さんマジで頼りになるわ。これはもっと成長しそうやな。久保のゴラッソのおかげで一気に流れがこっちに来て、続けざまに3点決めて、この試合ほぼ決まったわ。久保はやっぱりちょっとすごいわ。今の強い日本代表の中でも、久保と冨安の2人はこの力でちょっと抜けてるな。1点決まるまで厳しかったけど、久保選手の思い切りの良いシュートで一気に風穴を開けて、流れを変えたところがめっちゃええ感じやわ。すごいな、久保くんこんなシュートを打てんねん。久保くん、過去最高に好きな日本代表選手や、試合運びが完璧やん。久保くんのゴール、バルサ戦の幻のゴラッソを思い出させるようなゴールやったわ。久保くん、あんな遠くから打って、ネットの音がすごくてかっこええわ。3対0でほぼ勝ち確やしな、久保くん含めて休ませてあげたいな。前半ハイライトのスローでちゃんと見たら、久保くんのはゴラッソやわ。あと、攻撃が早すぎて気づかんかったけど、伊東純也が全部アシストしてるねんな。マジですごいわ。久保くん、トップ下でバッチリ決まっとるわ。前の試合は右サイドに寄っかかってて停滞してたけど、ちゃんと修正してんで。久保くん、これで21歳ってマジやばいな。久保くん、腰大丈夫か？痛そうにゴロンとしてたけど。久保くんの活躍見て、ワテも頑張らなあかんと思うわ、オメガスや。久保くん、わざと下がった位置でボールもろてシュート持っていったっぽかったわ。前半終わって3対0で勝ちやから、伊東純也や久保くんみたいに怪我したらあかん。欧州組は交代させた方がええな。逆に遠藤は調子上げるために最後まで使おう。 W バッチリ崩して2点取られたら、引いてても久保くんみたいなミドル飛んでくると思うともう絶望やな。もはやサッカーの勉強や。心折るには全部十分すぎるわ。シリアが弱いんとちゃう、日本が世界のトップ10におるだけや。チーム5点目取って、背番号がどうこう言うてる誰かさん、ちゃんと先制点取ってる久保くんに早よその背番号渡してくれへんかな。久保くんも純也さんも大好きすぎるわ、頼むで、一生サッカーしといてな。右サイドで伊藤と久保くんが楽しそうにプレイしとるわ。ポジションかぶっても何の問題もないで。久保くん、普段受けてるプレスより遅いのか知らんけど、パス受ける前にいつも首振ってるの、偉いわ。久保くんのゴールが前半の大きなポイントやったな。あのゴールで流れ引き寄せた感じや。ボールがゴムみたいに弾むんか、最初は足元にボールがついてないような選手がちらほらおった。ピッチの芝も短くて硬そうやったわ。ミドルなかなか打てへんなと思ってたら、久保くんの神ミドルでさっぱり解決。上田綺世が2試合連続ハットトリックして、今日も快勝したいな。怪我せんうちに交代してもらいたいけどな。久保くんのシュートめっちゃ好きなタイプや。タケを一緒に応援したい方、チャンネル登録よろしく。久保くんのゴールめっちゃかっこええわ。2点目3点目も崩しが綺麗。ボール奪う位置高いし、奪うのも早い。久保くんゴラッソやん、惚れるわ。久保くんすごいな。伊藤との共存、ここまでええとはたまらんわ。もうトップ下は久保くんでええんちゃう。日本代表強すぎやろ。アジア予選もう免除でええんちゃう。しょう、久保くんのゴラッソやん。伊藤から上田で前半3対0。2点目は左から右の大外まで振って、中に折り返して完全フリー。3点目は右サイドを伊藤、久保、菅原でバッチリ崩して、上田が決めるだけ。マジですごいわ。アウェーやのに関係ないやん。久保くん、レベル超高いわ。久保くん、
ほんまにすごすぎるわ。前半の最初はちょっとギクシャクしてたけど、久保くんのスーパーゴールでみんなの積極性が出てきた。やっぱ久保くんはどんな試合に出てもパワー満点やな。久保くんがいろんなとこに顔出しててすごいけど、怪我が怖いわ。久保くん、アジアではレベル違うわ。前と比べたら周りとの連携の質がめっちゃ上がってる。素晴らしい歴史的な結果になるのは明らかや。作戦通りのフリーキックからの菅原のゴラッソ、素晴らしい。上手すぎる久保くんとのコンビプレーがすごかった。後半早々に4点目、えぐいわ。めっちゃええわ、おめでとう。すごく嬉しい。綺麗なゴールにパスやった。ラレアルで毎日練習しとるおかげやで。また MVP 取るかな。今日もティキタケバッチリや。怪我だけはせんといてな。後半すぐに交代でええで。タケ、お疲れさん。先制点サンキューな。タケ、お疲れ様やで。交代してくれてよかったわ。怪我せずにソシエダに戻れるな。忙しい日程が続くけど、今日のゴールの勢いをソシエダでも見せてや。タケ、お疲れさん。先制点ありがとうな。森穂、偉い。竹富、お疲れさん。ナイスゴラッソ。チャンネル入場は久保よろしく。皆さん、ご心配と大変、大変お待たせいたしました。先日、コミュニティ投稿で簡単にご連絡はしておりましたが、ご覧になってない方の方が多いと思いますので、今回の件で、ためになった件をご報告がてらお話しさせていただきます。マイ、ブックマックプロ君は、ご覧のような状態に、1、2年前になってからも、使えたので、使ってましたが、突然の分鎮火となってしまいました。接続しているディスクの問題が先に起きて大変な作業だったのですが、その後なんと本体もクラッシュしてしまい、再開にかなりのお金と時間と手間と労力がかかってしまいまして、なんと今となってしまったという顛末でございます。もうやめちゃったのかなと思った方は、登録解除している方もいるのでそうだろうなと思っておりますが、悪さ線から公開できなかったのはとても私も残念でした。マックはよく頑張ってくれたと思いますが、人間もそうですが、調子が悪くなったら面倒くさいやもったいないとかでそのままにしていると、突然の悲劇でその後の対応の方がかなり大変なことになってしまいました。 PC も皆様のお身体も調子悪い時は病院に行ったり休んだりされてください。それでは次のラリーガから新スタッツ動画も開始しますし、また新たにニュースとあともう一つ準備しておりますので、ブラッシュアップした当チャンネルを今後ともどうぞよろしくお願いいたします。